こんにちは、愛犬家の皆さん。今日は犬の穴掘りについてもっと知りたいと思います。犬が穴を掘る理由や方法、そしてそれを防ぐためにできることをお伝えします。犬の穴掘りは飼い主さんにとっては困ったことかもしれませんが、犬にとってはどうなのでしょうか？犬の気持ちを理解してあげることが穴掘り問題を解決する第一歩です。犬が穴を掘る理由はいくつかあります。一つは本能的な行動です。犬はもともと狩りや隠れるために穴を掘る動物でした。また暑い日には穴の中で涼むこともありました。現代の犬もこのような本能を持っています。もう一つは退屈やストレスからの解消です。犬は運動や遊びが大好きな動物ですが、十分に満たされないとエネルギーを発散するために穴を掘ることがあります。さらに注意を引きたいという気持ちもあります。飼い主さんが忙しくて相手にしてくれない時や怒られた時に反抗心や寂しさから穴を掘ることもあります。では犬の穴掘りを防ぐ方法はあるのでしょうか？完全に止めることは難しいかもしれませんが、減らすことはできます。そのためには以下のことに気をつけてください。犬に十分な運動や遊びを与える。犬に適切なおもちゃや紙物を与える。犬に穴掘り OK の場所や時間を教える。犬に穴掘り NG の場所や時間を教える。犬が穴掘りをしたら叱らない。犬が穴掘りをやめたら褒める。以上が犬の穴掘りについて知っておくべきことです。犬の穴掘りは飼い主さんにとっては迷惑な行動かもしれませんが、犬にとっては楽しいことや必要なことかもしれません。犬の気持ちを理解してあげて上手にコントロールすることが大切です。犬の気持ちを理解することは犬の穴掘り問題を解決するために非常に重要です。犬にとっては楽しい行動や必要な行動かもしれませんが、飼い主さんにとっては困ることかもしれません。しかし犬とのコミュニケーションや理解を深めることでお互いが幸せな生活を送ることができます。犬の行動や気持ちを尊重し、適切な指導や訓練を行うことで穴掘り問題を減らすことができます。犬との良好な関係を築くために犬の行動や本能を理解し上手に付き合っていきましょう。